これで点差は3点です。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。ロナウド、今日2点目のゴールです。さあアヤックス、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。スペースに出す、シェフチェンコ、セイダ、ベッケンバーはロドリ、ここは抜かせません。スルーパス、ロドリからクリスティアーノ・ロナウド、ネイマール、ここはすぐ奪い返します。メッシ、マッチアップのシーン、このパス抜けてくる、ベリンガスペースへ、ジュール組んで流れを止めます。ネイマール仕掛けるか、このパスが抜ける、絶好の位置で受ける、シュート、いやーキーパーいいですね。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。アヤックス、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。セカンドボール拾いたい、メッシ、メッシからシェフチェンコ、ベリンガ、ロマーリオ、チャンス、スペースを狙う、クリスティアーノ・ロナウド、ここにメッシ、自分で行く、ここは守備の対応、こぼれた、アラウホ、これはファール、イエローカード、みんな心配してますね、大丈夫ですかね。やや深い位置からのフリーキックです。さあ誰に合わせてきますかね。フルミネンセはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ベッケンバーは、これは合いません。コスタクルタから大きく立て、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。誰が予想したのか、前半で3対0、アヤックス着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。前半で 3-0、 攻守にわたって素晴らしい前半でしたよね。アヤックス対フルミネンセ、アヤックスが3対0とリードして折り返します。さあ後半スタートです。ここはつながりません。メッシ、裏を狙う、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ロマーリオからデニス・ロー、ここで丁寧にボールを扱う、あーいいボールだ、アヤックスカウンターを仕掛けます。ロナウドへ、これはファールの判定、アラウホ、先ほどのファールで2枚目のイエローカード、そしてレッドカードをもらっています。
ここは人数をかけて奪いに行きます。フェイントを入れましたが抜けません。ここも固い守りでボールを奪います。シェフチェンコが受ける。シェフチェンコからサイドのスペースへ、ベッケンバーは裏へ届くか、飛び出した、シェフチェンコに渡る、旗が上がっています。オフサイドです。アヤックスがこのセカンドハーフの序盤3点差でリードをしているんですが、この後どうご覧になりますか。まあサッカーやってる人は分かると思いますけども、 3-0 からひっくり返すっていうのは結構難しいことですからね。しかもハーフですからね。この後半はもうリスクを犯さず引いて対応していけばいいと思いますけどもね。シュート来た、ついてた、アヤックス全く手を緩めません。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。いやカウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあアヤックス、このゲームの主導権を完全に抑えています。スルーパス、さあシェフチェンコ抜けてくる、シュートだ。ここはシンプルにクリアします。このあたりのディフェンスは厳しく対応してますよね。抜けてくる、裏を狙っていきます。ロマーリオ、デニスローが受ける。アラバ、ドリブルで仕掛ける。ここは笛が鳴ります。おっとここでカードが出ます。当たりがきつくなってきました。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アヤックスとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。アレクサンダー・アーノルド、アヤックスとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。裏へのスルーパス、スペースを使う、これはチャンスだ、危ない、押し込んでくる。アヤックス相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。フルミネンセは3本目のコーナーになります。シュート、さあこぼれた、大きなクリアでここはしのぎます。ロベルト・カルロス、ネイマールに渡る、さあつながるか、裏のスペースを狙う、さあ打てるか、シュート、いや追加点、アヤックス、クリスティアーノ・ロナウド、ハットトリック達成、期待を裏切らない素晴らしい活躍。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、これスルーパスも良かったですし、出しからのシュートも絶妙でしたよね。お互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。クリスティアーノ・ロナウド、
この時間はスペイン対アヤックス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。皆さんから見て右に攻めるのか、シュート、キーパーセーブ、必死のクリアですよね。奪います。ウパメカノ、奪いに行きます。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。スペースへ渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ボールのどこのパス、ベンホワイト、このボールをカットします。ハゼミーロ、ここはカットします。このボール奪いに行きます。このボールはつながりません。ライカールトから右サイド、ベッケンバウアー、どうしたんでしょう。縦へ送る、ここはつながりません。今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。おっと、来た、1対1、決まった、先制、アヤックス、強豪スペインから先にゴールを奪ってみせました。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないとなかなかこういうゴールは生まれないですよね。さあ、アヤックス、今日先制はこの早い時間でした。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。裏へのスルーパス、メッシシュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。こぼれ球への反応は早かったんですけどもね、これは決まりませんでしたね。これは先に触ります。コスタクルタ、ライカール、サリバ、流れを止めます。ライカールとカットに行きます。奪われると危険な位置、裏を狙っていきます。チャンスになる、クリスチアーノ・ロナウド、縦にボールをつなぎます。スルーパスを狙う、これは合いません。届きましたよ、裏へ届くか、この位置で受ける、ディフェンスこれを読んでいた。ここはクリア、落ち着かせます。ここはつながりません。ここは守備の対応、スペースを狙う、スルーパス、いいボールですね。これは合いません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。固いディフェンス、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ベリンガン、さあ右へ預けて、もう一度カゼミーロ、ベッケンバウアーへ、インターセプトを狙う、ベッケンバウアー、右サイドへ振って、ベッケンバウアーからメッシー、さあつながるか、サリバ、このボールに触ります。裏を狙う、ルイス・ディアス、さあルイス・ディアス、ルイス・ディアス、中央へ、クリア、このピンチをなんとか出します。スペースを使う、裏のスペースを狙う、サリバ、ここは読んでいました。旗が上がっています、オフサイドです。
アヤックスはこのファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。非常にいい戦い方をしてますよね。前半このまま終えてこのスタイルをセカンドハーフも続けていきたいですよね。ここは競り勝ちます。シェフチェンコからメッシ、ここはつながりません。スルーパスを出す、チャンス、メッシに渡る。丁寧に足元を使う。このボール奪いに行きます。さあ上がる、直接行ってしまいました。いや、これはカウンターのチャンスですね。これは合いません。ベリンガムからのパスはディフェンスが対応。この選手はロングスローがあります。どうだ、シュート、スター、アヤックス追加点決めます。これで2点差。おっと、これは試合を止める笛のようです。いや、この2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。スペイン対アヤックス、アヤックスが2対0とリードして後半へと向かいます。Cambio de jugadores en España. El dorsal 19 será reemplazado por el dorsal 18. Neymar para Messi. Stop. さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ここでマッチアップ。多少強引に見えましたが止めます。スペースに出す。ロドリからメッシ。スペースを狙う。マラドーナからメッシ。スペインボール。スペインとしては、わあ、高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。さあ、ベンホワイト。インターセプト。クリスティアーノ・ロナウド。さあ、縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。通るか。さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。このマッチアップどうなる。これはなかなかこじ開けられない。ネイマールからクリスティアーノ・ロナウド、ここは奪います。マラドーナ、スペースを狙った。メッシー、マッチアップのシーン。ベリンガム、右サイド上がっていく。お、いい形ですよ。このセカンドボールは、取らないですね。いや、もうギリギリのクリアって感じですよね。中へ、アーリー、ここはキーパー処理しました。これはどうやらオフサイドのようです。アヤックスがこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか。2点差なので、もう1点取って安心したい気持ちが出るでしょうね。取りに行くのか、落ち着いて試合を進めるのか、チームとしての意識を揃えておきたいですよね。中途半端になって1点返されるようなことがあると、相手も一気に勢いに乗ってきますからね。コスタクルダからクリスティアーノ・ロナウド。スペイン、カウンターのピンチを脱したというシーンでした。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。ボールはクリア。
さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペインとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、サリバから縦に長いボール、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。スペースへ渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。裏へのスルーパス、裏のスペースを狙う。いやー、少しいい形になりかけたんですけどもね。スルーパスを狙う、ウパメカノ、このボールをカットします。ジュール組んで流れを止めます。ハーランド、スルーパスを出す。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アヤックスとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。裏を狙っていきます。これは繋がりませんでした。マラドーナからのスルーパスでしたが追いつけませんでした。ここは繋がりません。裏へのスルーパス、シェフチェンコからのボールを守備陣対応しました。スペースに出す、裏を狙う、これは合いません。厳しいディフェンス、ここは繋がりません。さあ繋がるか、ここは返すと、これは繋がりません。自分で行く、抜けてくる、時間の使い方も大事になってきますよね。ここはディフェンスの対応、ベッケンバウアー、カゼミール、エンバペ対応します。
カウンターですよ。裏へ届くか。スペースを狙う。カゼミーロ、ここは読んでいました。ここで笛です。2対0、アヤックス見事な勝利を収めました。メッシ、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。アヤックスとしては前半に入れた2点を守りきった形になりましたけども、特に無失点に抑えたというのは大きいと思いますね。2点差は絶対的なリードではないということを全選手が意識していたからこそ、この勝利を収めることができたんでしょうね。はい、ありがとうございます。